昔昔あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。ではなくてですね、今日は、はい、私のこの新刊、昔昔あるところに哲学者がやってきたを紹介しながら、哲学と昔話の関係についてお話をしたいと思います。この本はですね、タイトルにある通り、こう、昔話の中に哲学者が突然現れてですね、こう、いろんなツッコミを入れるという設定になっているんですね。そうしたやりとりを通じて、いろんな行為や物事、例えば、正義とは何かとか、命とは何かみたいなことをですね、考えていくっていう、そういう仕掛けになっているんです。面白いコンセプトでしょ？そもそもですね、どうしてこんな企画が出てきたのかということなんですけれども、編集者さんがね、こういうのできませんかみたいなこう相談はあったんですが、ちょうどですね、その時私もね、こういう企画考えてたんですよ。当時出ていたあのEテレの世界の哲学者の人生相談で、そこでですね、弱さを知ってる人間の方が強いみたいなね、テーマでこう話をしてた時に、収録中にですね、高田純次さんがまあいつもの感じでね、こう思いつきで、じゃあ桃太郎は弱かったんですかみたいなことをこう言われたわけですよ。でまあみんなこう唖然としたわけなんですけど、唐突にね桃太郎ってとみんな思ったわけですけど、私はね、まあ高田さんの球をなんとかしてこう拾わないといけないと思ってね、その瞬間もう高速でこう頭をバーッと回転させて、でこう思ったわけですよ。あ、確かに桃太郎は一人行ったら負けるかもしれないから、その自分の弱さを知ってたから、こう家来をね連れて行ったと、それで勝ったんじゃないかというふうにこう思ったんですね。で昔話っていうのはこういろいろ教訓が含まれてますから、もしかしたらそういう解釈もできるんじゃないかということでこう話をしてたらですね、皆さんすごい納得されて、その時ですね、私はあ、これいけると思ったわけですよ。昔話の教訓とこう哲学をこう組み合わせたらどうかな、教訓みたいなものをこう哲学で紐解いていくわけですよね。まあそこでですね、まあせっかくだからこう面白くその辺を伝えるために漫画家さんとこうコラボしようか。そしてもう脚本もね、プロのこうシナリオを書く方にですね、面白くしてもらおうかということで、こういろいろこうコラボレーションが生まれたということなんですね。その結果生まれたのがこの、昔々あるところに哲学者がやってきた。まあ略してムカ鉄ですね。でこれ実際やってみるとですね、本当に昔話にはいろんな教訓が込められてるんですね。でその一つ一つの出来事がものすごい哲学的なんですよ。例えばおむすびコロリンのね、おむすび、あれ食べ物ですけど、転がしていいのかどうかと、なぜあれが許されるのかとかですね、わらしべ長者のあのシステム、あれはなぜこう誰もが成功するのかとかですね、そういうのをそれぞれの物語、まあ7つの昔話を選んでるんですが、それぞれこう5つのシーンを設けてですね、漫画で描き、そして私が解説を加え、そこに出てくる哲学者の紹介とかもしながらですね、展開しているということなんです。まあね、これなかなかね、言葉で説明今してるだけでは雰囲気伝わりにくいかと思いますので、ちょっとチラ見せしましょうか。とね、最初はまあ桃太郎なんですけれども、これね、第1話の最初、その桃誰の桃で流れてくる桃の所有権の話をまあいきなり始めるという、この漫画がですね、ジョン・ロックが現れるんですけれども、まあちょっとこれ、まあちょっとだけ読みましょうか。興味持ってもらった方がいいんでね。はい、おじいさんとおばあさんが喋ってます。そこにジョン・ロックが現れるっていう設定ですよ。ばあさん、その桃は川で拾ったんじゃよ、ラッキー食べよ。いや待てよ、ここでジョン・ロックが現れます。急にどうした、ジョン・ロック。なんで知ってるのかね、これ面白いとこですよね。所有権とは自分の所有物を独り占めする権利。果たしてこの桃の所有権はおばあさんにあるのか。急に誰だお前。おばあさんびっくりですよね。うん。ばあさん、彼はイギリスの哲学者、ジョン・ロックじゃよ。イギリスの哲学者、ジョン・ロックです。うん。イギリスの哲学者、ジョン・ロックか。イギリスの哲学者、ジョン・ロックじゃよ。まあ、このね、展開が面白い、シュールでしょ。だけど言われてみれば、ただ桃を拾っただけだし、所有権はわしにはないのかもな。おばあさん。いや、待てよ。何？うん。自分の身体は自分の所有物であり、その自分の労働で所有権を得られるから、拾うのも労働に入るのか？やったぞ、ばあさん。桃、桃、桃、桃。もう大はしゃぎのね、おじいさんとおばあさん。待てよ。まあ、これはポイントなんですね。今度は何？うん。ただしそれは他人にも十分なものが残されていること。また腐らせるほど所有してないことが条件だから、この桃の大きさからすると、もう食べまーす！パーンとおばあさんが割っちゃうと。そしたらですね、赤ん坊が出てくる。赤ん坊じゃ！天からのお恵みじゃ！
この赤ん坊の所有権は、あんた友達いないだろ、ちゃんちゃんというね、こう最後終わる。でちゃんとね、詳しいこの解説がねあるんですね、その後。でジョン・ロックのね、説明があって、しかもこのジョン・ロックの説明のところね、全部自己紹介、これ哲学者いっぱい出てくるんですけど、全部ね自己紹介にしてあるんですよ。これもねなかなか面白い形でしょ。私はジョン・ロックです、その、漫画に登場したキャラのままね、自分のことをいろいろとこう紹介するっていうね、ここも新しいと思います。まあその他コラムなんかもついてますのでね、ぜひね読んでいただければというふうに思います。いかがでしたでしょうか。無可鉄、興味を持っていただきましたでしょうか。すごく興味が出た。めでたしめでたし、あなたの人生に哲学を。おしまい。